尾野術神、文政7年7月15日明治43年12月14日は、幕末の長州藩の国学者、明治時代の国学者、官僚、16位。通称は、一切水石。幕末を代表する人物たち、伊藤博文、木戸孝義等と関係も深く、また吉田松陰の兄の民事との関係も深い。妻、三戸との間に、長男、徳太郎、 長女初音、次女菊江、三女、梅郷、四女静江がいる。はじめ明林館の小学師匠となり、高歌三年の明林館祭治の際、十日、出自格に設けられた下級武士や庶民のための学問書である高嶋堂では進学を講義した。また、明治元年長州藩の浦上修と預かりでは、小野術神が教諭係として、 人事を尽くし共有いたし領民に立ち戻り行うようと、キリスト教から神道へ改心するようといた。神道による再生一致を掲げる維新政府の宗教政策として、神義官による全国の神社の指揮統制や神仏分離と並び、キリスト教対策が重要課題であった。政府は従前のキリスト教禁制を維持したものの、西欧諸国の解禁要求を拒絶するのは困難であった。 そこで政府はキリスト教対策を弾圧から教系転換し国民を教育することでキリスト教の拡大を抑えることとした長州の受信として早くから国民共同の必要性を説いていた小野は国民共同を担う共同局の設置を唱えた小野は明治元年9月御用召し同年11月上京同年12月外国間で人用教取り調べおようがかり 明治2年3月共同取調べ局御用、同年7月人議権所有となった。同年10月、人議官に出資し、選挙権判事となり、行動を進行した。明治4年8月、政府は人議官を人議省に改め、さらに翌年には、新物事の行動不況体制における国民協議の専門機関として、教務省に改祖した。 教部省の教部省進むとして、風況改善に従事した。教部省進むを退任後、群馬県市範学校の校長を務めた。その後、晩年息子である小野徳太郎と共に、間学者という塾を創設し、若き後輩たちへの教育を生涯を通していった、著書に神教養し、霊魂心理がある。ありがとうございます。